シティホールニューカッスルは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州の、ハンター地域に属し、ハンター側川口の港湾都市である。シドニーの北方 160km に位置し、タスマン海に面する港湾都市である。同盟の要素と区別するために、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、または、ニューカッスルオンハンターと書かれることもある。なお、地元の発音では、ニューカースルとなる。 サバーブシティオブニューカッスルはの主なサバーブがある。地域地方自治体として、の人口は16万4104人であり、ハンター地域では衛星都市であるシティオブレイクマッコーリーに次ぐ第二の規模である。都市圏ニューカッスル都市圏はシティオブニューカッスルとシティオブレイクマッコーリーの2つのの管轄地域に該当していたが、町の拡大に伴い、 シティオブセスノックシティオブメートランドポートスティーブンカウンシルなどを含む。同都市圏はハンター地域において行政、経済、交通の中心となっている。人口は58万4014人の規模を有し、都市圏としてはオーストラリア連邦で7番目に大きな都市である。市の西方に広がるハンターバレーはワインの産地として世界的に有名である。 醸造業主要な産業は炭鉱で造船も行われるが、かつてのような勢いはない。工業工業観光業市の中心部に残る重厚な建築群に赤実の繁栄を忍ぶことができる。近年、市当局は観光業に力を入れている。入荷する大学がある。空港空港は、軍民共用のウィリアムタウン空港がある。鉄道は、貨物。 都市間旅客運送を提供している。トラム2019年に開業した入ッスルライトレールは最新の設備を導入した都市交通機関である。まだ路線は短いが延伸計画がある。高速バスも停車する。路線バスが都市交通を担う。港湾小規模なフェリーが都市交通を担う。全国トップリーグに参戦しているチームに以下のものがある。 ありがとうございます。